答えなきゃ減点だ。あんまりです。ヨルさん落ち着いて。だってこんな親元を離れた寮生も大勢いる。些細なことでいちいちベソ書いてたら、所詮まがい者の家族。些細な、なんだい五歳さん、前妻に負けたからって噛みつくなよ。我慢だ、黄昏。ええ。